ファーで古賀が跳ね返します。あ、ここはおっとディゴロビラ捨ててボールが出たからシュートだ。うん、柴田が行く、まあ、これぞ柴田ってことですね。はい、そして小川からできます。 FC 東京でここは1対1ですね。切り込んで来たか、チャナピックキープ、出足がいい、伊藤遠藤右足アウトで打ちに、それぐらい複数ぐらいの高いボールじゃん。さあ今日はどういう入り方をしますか。折り返しのボール入らず、ましてやエンリードというあれに難しい引きました。マッカリックと小川が抜けるこのサイドの攻防クロス。そして FC 東京はアグレッシブにしそうです、ね、さあ坂本1対1仕掛けるか。右足でも上げられますが、ここはいいボールでしたね。やサイド、ここは小川が競り勝ったか。坂本と小川です。いや浅野を見た。さあ浅野にこれが通る、小川も中に入ってきました、うん、レアンドロ小川のシュート。いい人数増やしたいということですね。坂から岡本、手前に石原の後ろ狙ったが、これは戻った小川に当たってコーナーキックです。打王のダイレクト、お石原直樹、ナイスバー、左足崩しながらワンタッチバーを使ってますよね。はい、チェンジ、いや放り込んだか。胸トラップからフラットしたボール、レアンドロ入れ替わって小川、中村拓海使わず切り返した小川のシュート。この辺とかを逆サイドのレアンドロのあたりでも行いたいですかね。小川が運ぶ、小川これ追いつきそうだ、クロスが入るだが球は小川から早いタイミングでのボールになる。花がいる、花シュートを仕込んだ。知念絞って小川のブロック、チャップ中村拓海シンプルに折り返してきます。小川です、入れ替わりました、スペースに戻してダイレクトシュート。おー、中岡の方が高い位置を取ることが多いというのもあるんですかね。あとはスタートポジション、小川ソフトに入れて入れていきます。まだあります、得意トラップをして、そしてマイナスのボール、あ読んでました。小川が持っていきます、田川が左に流れて、あ縦を選択、ここは長い切り返してシュートだ。あー同サイドぶち抜きました、まあ、対応をちょっと難しくするというか、はい、ベラこぼれ球はまま逃げ切れば FC 東京最終戦勝利。